うまみ丘陵公園は奈良県北葛城郡公領町から河合町にかけて広がるうまみ丘陵内にある奈良県営の都市公園。うまみ丘陵に存在するうまみ古墳群の保全と活用をするために奈良県土木部が1984年に奈良公園に次ぐ県内2番目の広域公園として事業に着手した。計画面積65.3ヘクタールのうち 2008年3月末の時点で47.1ヘクタールまで事業が進んでいた。2012年6月、中央エリア及び南エリアの一部を開園し、全面開園した。園内は、緑道エリア、北エリア、中央エリア、南エリアと大きく4つに分かれており、北エリアと中央エリアは離れているが、連絡道があり、行き来することができる。 うまみ古墳群内に位置する公園のため、園内に多数の古墳が存在する。入園は無料であり、付属の駐車場も無料である。しかし、駐車場は年間を通して8時会場、平常は通常期18時、6月から8月は19時、11月から2月は17時となっている。駐車可能台数は臨時を含めると822台だが、休日は 近隣住民やハイキングなどで賑わうため満車となることもしばしある。県道14号線がエリア中央を貫く形で走っている。中央エリアや南エリアと違い大芝生広場や木製遊具、砂場など子供連れの親子が楽しめるエリアとなっている。復元された流れ山古墳の首レブ、前方部から見る、うまみ陵公園の核となるエリア。史跡である、 流山古墳や乙女山古墳とともに、バラ園、勝負園、アジサ園や、水蓮池など四季折々の花が楽しめる作りになっている。また、エリアの中央駐車場内には、バス停があり近鉄大阪線五伊東駅より、路線バスが運行されている。公園の最南端に位置するエリア。中央エリアとの間には、町道が走っているが、 スロープ付きの歩道橋で接続されており、問題なく行き来できる。その他にも、キツネ塚橋、タダオシ橋の2本で、中央エリアと繋がっています。また、このエリアの南部で、須山古墳と、西部で、香料調立竹取公園と隣接している。なお、竹取公園との間には、町道が走るが、スロープ付きの歩道橋で接続されており行き来が可能。 公園内にゴミ箱はなく必然的にゴミは持ち帰ることとなる。また公園内にはヤブが多く存在しま虫に注意の看板が多いことにも注意しなければいけない。ありがとうございます。